どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はココは今運べる運べないトラスト視点でのココ運びについてとなります。公営のポジションをずっとしているとよくあるのがルール関与のタイミングですよね。特にガチホコに関してはポジション的なこともあり、ココ持ちをするタイミングはとても大事となります。ただ持つだけではなかなか勝てないですからね。状況の判断が重要になってくると思います。そこで今回はホコ運びに対しての考えをまとめていきたいと思います。運ぶのであれば有利に運びたいっていうのがありますからね。どういったタイミングで狙っているのか、ホコ運びよりも優先することがあるのか、まとめていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。基本的にですが、ホコについては運べるなら運びたいっていうのが本音です。理由としては公営の方がホコの位置を把握してますし、敵の状況も把握できてます。運ぶ役割としてはかなりいいんですよね。有利な状況であれば積極的に試合を動かしていきたいところです。また運ぶ理由としてはホコショットの射程との関係もあります。ホコショットとトラストの射程はだいたい同じぐらいとなります。爆風がある分ホコショットの方が優秀ですが、弓と同じような感覚で攻撃ができることが一番の特徴です。そのため万が一敵が防衛を固めたとしてもトラストと同じような感覚で攻撃ができるため、弓使いとしては相性がいいと思ってます。個人的には持つ強みとしてはホコショットが優秀なのが大きいですね。ただ手数は減りがちなのでタイミングは大事です。あとはスペシャルも使えなくなりますからね。持つことによりリスクはもちろん上がりますが、攻撃の仕方などによってはホコを運べるなら運びたいっていうところです。それでは持つことを前提として、ここから条件など個人的な考えをまとめていきたいと思います。まず運ぶ条件として考えたいのは二落ちという点です。どのルールでもよくありますが、ホコも同じですね。人数有利さえ取れれば多少のカウントは取ることが可能なので必要なことかと思います。ただこの人数管理って画面の上にあるイカランプやキルログをしっかり見ていないと気づかないんですよね。また復活待機時間も10秒ほどとなっているので、判断が遅れると運べるチャンスはすぐなくなってしまいます。持つのをためらうといつの間にか敵が復活して防衛ポジションを固めることになりますので、立て直しが必要になってくるんですよね。こういったことを防ぎチャンスをつかむのであれば、二落ちというのは単純に把握しておきたいポイントになってきます。ただこの二落ちには気をつけることもたくさんあります。それは誰が落ちていたかという点です。二落ちが中後衛の2枚だった場合、残りの前衛が潜伏して防衛をしてきます。ここで焦って進めると失敗する可能性が高いんですよね。まあローラーの潜伏がうまかったりするとすぐ失敗します。逆に前衛を2枚落としたタイミングであれば前衛がいないので、敵の後衛次第では進めやすくなるっていうのもあります。ただチャージャーがいるようであれば運任せといったところになりますね。このように単純に2枚落ちだけではなく、誰が落ちたのかを見ていると運びやすさが変わってきますので、確認するのは大事なところとなります。ここまで運ぼう運ぼうということを話してきましたが、もちろん注意も必要です。まず運ぶ上で考えておきたいのは、味方との陣形が大事という点です。まず歩行を安全に運べる条件を考えていきたいんですが、敵が複数落ちしているということです。ですがこの複数落ちっていうのは、うまく連キルが取れないと10秒ほどのチャンスタイムしかないんですよね。場合によってはもっと短くなります。そのため歩行が突っ走って進むだけだとカウントはほぼ進まず、運任せな運び方となってしまいます。そこで敵が復活してきても歩行を有利に進めるためには、味方との陣形が重要になってきます。まず、ここは射程や攻撃の速度から相手の前衛には勝ちにくい武器となっています。射程を活かす武器なんですよね。いくら歩行を運ぶ必要があるからといって、
後衛的な位置なので、チーム内でも後ろに位置する形になります。ということは、矛を持ったとしても味方が前に出なければ動くことが難しいということなんですよね。イメージとしてはトラストで敵陣に突っ込むような感じです。これってやっぱり無謀に感じますよね。また矛ショットの強みは遠くからの爆撃です。これをうまく当てることによって前衛と連携が取れるというわけです。強みとカウントを安全に進める上で、味方との位置関係っていうのが重要になるわけですね。なので矛を取るときに、まず味方が前にいるということを意識しておきましょう。複数落ちなら大丈夫なんですが、矛持ちが突っ走るのは危険です。しっかりと味方の位置を把握するようにしていきましょう。続いては、あえて運ばないという選択肢もあるということです。これはマップによって弓の強みを活かせるかどうかというところになります。一番わかりやすいチョウザメで説明をしていきたいと思います。チョウザメの関門に注目して考えていくといいのですが、チョウザメの関門周りっていうのは高台が多く、防衛に適したマップとなってます。そのため関門を突破するためには、運び切るまで相手を押さえつける必要があります。突破後も進めるならなおさら必要です。ですが、この囲まれたマップでトラストが矛を運んだ場合、誰が相手を押さえる役割をするのでしょうか。ではこの役割を前衛ということで考えていきたいと思います。前衛が敵陣に侵入した場合、キル力と生存力が必要になるので、結構実力に左右されるんですよね。まあ、そういった面って考えると、ちょっと安定に欠ける部分だなと思います。しかも関門突破した後をキープしてもらうので、難易度的にはかなり高いですよね。1デスもせず維持し続けるっていうことですからね。運び切るまで相手を抑え込みつつ、関門突破後も進めることを考えると、ここで矛を運ぶのは最適とは言えないと思います。このようにマップによって矛を運ぶのは得策ではない場合というのがあります。もちろん関門突破後にチャンスがあれば運ぶことを想定していいかと思います。矛を持つことによってチーム自体が不利になりやすい状況を作るのであれば、持たないっていうことは大事になるわけですね。チームが有利か不利か、そういったところです。第一関門は持つと弱いけど、突破後は持つと強いっていうマップもあります。まあ、この例がチョウザメですね。しっかりマップの構成を理解するというのは大事になってきます。最後にですが、味方が運ぶことは期待しないようにしましょう。というのも、僕自身 XP2,3 体で矛をやっているんですが、正直矛持ちを催促する前衛が多すぎて、運ぶ気がない味方が多いです。はい、これはよく体験します。で、そのため今回紹介した矛を持つタイミングっていうのは非常に大事になってきますね。またタイミングだけでなく、矛持ちよりも前に味方が出てくれるかも重要です。催促した割に前にいない、行かない、矛持ちより後ろにいるっていうことはよく見ます。で、こういった条件を無視して前衛の催促に合わせて持つっていうことをすると、ほぼ後衛としての仕事はできず、自利品になってしまいます。一番いい例はデス数がかさむというのと、スペシャルの回転が悪くなるという点です。なので、矛を運ぶ条件はしっかり自分で決めておき、本当にチャンスの時に運ぶようにしましょう。逆に前衛が持つのを率先してくれたりする場合は、マップによってかなり有利に試合を運べます。もちろんこういった試合は矛割りも率先してくれるので、試合の連携がとてもしやすいんですよね。味方は選べるわけではありませんので、しっかりと自分でチャンスを見極めて運ぶようにしましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。矛は今運べる、運べない、トラスト視点での矛運びについてはいかがでしたでしょうか。運べる条件などについては話していきましたが、試合を有利に進めるためには、持つ条件とマップの理解は非常に大事となります。味方との位置など把握すべきことは多いですが、じっくり有利のタイミングを見極めて運ぶようにしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。